はい、というわけで今週も毎節やらせていただきます。今週はクイズ、何を歌っているんでしょうか。わざわざ、はい、こちらをやろうか、あっと、はい、こちらをね、やっていこうかなと思います。出題者はスプリング真央さんです。スプリング真央さんが、声を出さずに歌うので、村井さんと心さんは真央ちゃんが一体何を歌っているのか、はい、こちらを当てていただこうかなと思います。やっそ、はい、まあ、答えが分かったら吸収してください。はい、それでは真央さんお立ちください。ノーボイス、サイレント、サイレント、はい、サイレント、サイレント、サイレントシングしますんで、5人が笑った瞬間に終わりっていうやつでは違います。はい、それゴトタンでしょ。はい、行きますよ。よーい、スタート。さあ、口の動きとこのモーションで分かったらお答えください。あー、いいヒント出してますね。結構これ真面目に歌ってますよ。わかる。1ってやってますね。はい、でも、マッチ払い、どうぞ。世界に一つだけの花。いや、違いますね。普通に違いました。絶対知ってる。結構知ってると思うよ。いや、メジャーな曲選びましたよ、うん、かなり有名だよ。まず、はい、もう一回頭からいきますか。 OK です、いきます。はい、マオさんのこの動きもヒントになってますんで。泣いてる、泣いてる、泣いてますね。あ、上を向いて歩こう。正解、正解。坂本九さんの上を向いて歩こうが正解でした。やった、当たった。なんなの、マリサそのポカンでしょ。なあ、見ながらのとこで分かった。やっぱり、そうそうそう、それそれ、涙がこぼれないように。ないか、こぼれないように。あ、はい、すいません。失礼しました、失礼しました。はい、マオさん、番組は何時からですか。番組は19時から。アップワーク頑張れマックスフライデーパズドラ攻略第85回でございます。6月29日ということで、はい、明日が6月30日、はい、2015年も半分が終わります。早い、2015年も半分が終わります。早い。皆様、2015年は実りある1年になってますか。まあ、まだ半分あるんでね、頑張っていきましょう。私も頑張ります。今週もよろしくお願いします。マックスフライでございます。はい、週末にここアップバンクストア新宿でパズバトのオフ会をしました。参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました。私、パズバトほとんどやったことなかったんですけど、オフ会に備えて金曜日に2時間ほど練習をしまして、非常に、楽しいです。ミックスからは多分真央さんもマックス村井さんには勝てますって言われました。いや、そうだろ。いや、ミックスは嘘だろ。ほんとほんとほんと、センスあると思う。村井さんには勝てると思うって言われました。いつか、いつか、もうちょっとやってからですか、いつか村井さんに勝負を挑みたいと思います。スプリング真央です、よろしくお願いします。はい、今日はなんか小助さんがオープニングにはいないですが、二人で視聴者投稿コーナーには間に合うと思うので頑張って盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今週も盛りだくさん、どんどん行こう。はいはい、お知らせください、はい、どうぞ。だから、コスケないけど普通に進めちゃうんですね。コスケについて触れる。いや、全然触れてくださいよ。一応僕は18時20分頃に LINE でやり取りしました。で、その時、え、来た？来たって。来た情報。おい、始まってんぞ、コスケ。はい、来い。始まってるぞ。それでは自己紹介のところ。あ、どうも皆さん、こんばんは。マイク、マイク、マイク、マイク。どうも皆さん、こんばんは、コスケでございます。本番もよろしくお願いします。お知らせください。今週のお品書き、こちらでございます。マオ&心の女子部屋、闇のアンケートカーニバル。はい、視
聴者投稿コーナー、マックス村井のパズバト道場グッズ紹介コーナーと続きまして、コスケの DM 攻略がチャレンジダンジョン特集、はい、特集、どこをやるかまだ決めてないんですけども、まあ9か10かその辺ぐらいやれればなと今日は思います。はい、はい、で最後私本日からやってきてます、マックス村井の挑戦はサバ城&著破壊降臨いきたいと思います。本日も盛りだくさん、はい、早速参りましょう。女子部屋どうぞ。OK です。実は結果にコミットが2ヶ月経過しました。終わったんですね。終わりました。おめでとうございます。なので、あの糖質制限は実は終わりまして、あ、でもトレーニングは今後も続けていくので、タンパク質多めに頑張りたいと思います。今後なるほど一応終わりました、2ヶ月のコミット。おめでとうございます。ありがとうございます。途中でなんかチョコレート食べて怒られたりとかしなかったんですか？大丈夫ですか？ちょっと食べたりした時期食べたんだあったんですけど、無事にあの目標の数値まで達成したので。それさ、何を目標にしてたの？例えば体重、体脂肪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 率。なるほどなるほど。はい、そんなわけで、はい、コミット終わったっぽいんですが、前回からロードトゥープロテイン始まりまして、ね、本日のアイテムはこちら。ってかこれ、この一瞬見えたやつ合ってますか？合ってますよ。本日のアイテムはこちら。プロテインを飲むために必要、水。水、マジ出てここにあるじゃん。前回の瞬間と心さん、じゃんじゃん、プロテインを飲むためには水が必要なんですよ。ちゃんとゲットしてください。ゲッツ。はい、全部揃ったらこの現場で飲めるんだじゃん。そうです。はぁ、そういう企画 ね。この場でシェイクしちゃう。この場でシェイクしますよ。生シェイク、生プロテインですよ。はい、じゃあ、はい、これ水をかけてって全然力入んない。水をかけて、全然水をかけてって言われてるよな。全然気持ちが入んないね。いいのかな、水。いや、水は自分でも買えますしみたいな、ね、いや、言ってきますけど、今週失敗したら来週改めて水をかけていただきますので。てか粉だけとか絶対嫌だからね。はい、頑張ろう。そうね、頑張ろう。じゃあ終われないんだ、これやらないと。はい、闇のアンケートカーニバルで S ランクを目指して頑張っていただきますと。わかりました。はい、じゃあゲーム画面ドン、お願いします。あ、広島、そうだ、はい、アテナ、アテナで行ってみたいと思います。私さっとクリアしてまだ S 取ってないので、これでクリアできたら S。 気をつけることは初めて、初 S ランク。ブドドラのスキル上げモンスターが意外と強い。パープルシードラが強いです。はい、そこの時に気をつける、うん、ピエドラも3体集まればやられる。なので光の4つ消しを込みでいっぱいコンボ。はい、行ってみます。挑戦する、挑戦する。さあさあさあ水をかけて、あ、でも4つあるね。出たこのパープルシードは、行ってみます。真ん中のやつ。あ、ナイスコンボ。ココさん、全然ですね、はい、平坦な道ではないですよ。平坦な道ではない。はい、はい、茨の道だって。でもさ、今日のおやつ水って書かれるとちょっとあれだね、やっぱり、うん、サクッと簡単に勝てるようなダンジョンではないですよ、このパーティー構成。いっぱいコンボだよね、もうちょ、うん、いっぱいコンボしよう、できるだけコンボしよう。いや、あの、4つ消し入れないとダメっていうのは。光の4つ消し入れよう、うん、光の4つ消し。光の4つ消しは入れるね、うん、どうしよう、いっぱいだよね、必ず。まあまあ、今はほら、1、2、2だから。チェックとかやらない？うん、大丈夫大丈夫、4つ消し入れられれば多分倒せると思う。はい、とりあえずいきます。今すぎかな、大丈夫だと思う。いきます。はい、え、本当にあんま見えてないけどいい？いっぱいいっぱい、4つ4つ消しと、うん、そうね、まあ、木とハートと光4つ消しと、うんうん、あと、まあ、このなんか端っこのヒドロップとか持てば木も消せるかなみたいな。木と木、あ、ここで木それで、そうそうそう、そうね、こういこういってハートと木がいいからね。そうね、こういこう、右下の火とかね。はい、どうぞ。いいよ、 OKオッケー、ハートいいでしょ、落ちてこい、落ちてこい、いいよ。あ、まおちゃん、あれがない。はい、火じゃない、光がね、光がない。
お、ラッキー。ラッキーですね。これどうしようかな。いらない色消しますか。いらない色は何色？ハート以外ですよね。このパーティーハート変換だから。あ、いっぱい。あ、あ、あ、落ちちゃった。あ、まあまあ、でも来た。あ、おー、どうぞ。ヒドラがもうナノ。え、これさ、消さない方がいいんじゃない？光。あ、うん、いっぱい、あ、木だけで倒せ、あ、ヒドロ君も3個ないから。ないから。光1コンボといっぱい消してください。光が落ちてくるようにお願いします。はい、光を落としてください。うん、4つは消さなくて平気だよ。4つ消さなくていい？うん、4つじゃなくていいよ。 OK。光ドロップがいっぱい欲しい。うん、うん、あとまあハートは残すといいよね、うん、変換できるから。ハート残した方がいい、うん、光、水と火と光1コンボと闇みたいな感じかな。このナノのピエドラを前にして悩むココロちゃんの。いきます。お願いします。すいません、全然全然すいません、すいません。怯えてるぞ。いきます。もうピエドラ怯えてる。ピエ、あれ、ずれちゃった。ごめん、まおちゃん、ずれちゃった。ピエは行ったから大丈夫だよ。大丈夫、ごめん、OK、ごめん、まおちゃん。悩んだのに全然、しかも光落ちてきてない。え、でも浜姫は、うん、あ、浜姫の攻撃力は強くなかったはず。まあ、先ほどコメント来ていたんですけど、はい、ヒドロップでも4つ消しで結構なダメージ出るはずだっていうのがありましたよ。確かに私ね、うん、ゲリラダンジョンの周回の時光がなかったら木の4つ消ししてますよ。書いてある、木も4つでいいよ。いいよ、いいよ、いいよって。木の4つ OK。 じゃあ木の4つにしましょう。ここは、あ、やばい、うんうん、ハートを残したかった、うん、あ、落ちてきちゃった。はい、これで、これ浜姫だね。全然いけてる、全然いけてる。ナイス、はい、どうする、どうする、どうぞ、はい、バルキリーとアテナ使いましょう。使います。間違えた、こっちからだ、こっちから、こっちから、バルキリーから、バルキリーから。攻撃態勢、光発動。お、からのすっごい急に黄色くなっちゃった表面が黄色くなってびっくりした。アイギスのきらめき、カンツダウン。はい、お、さあ、心さん、難しいですよ、4つ消し。そう、ここすごい難しくなっちゃった。分割するのがね、うん、下の分割は見えた、うん、ブイって、このここでね、で、こうブイってブリやって、ブイ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 。これをどうやって上に持っていくかだよね。4つ3コンボって思えばいい。そうね、光の4つ3コンボでいいんじゃない。そうだよね、うん、やってみよう、やってみよう、やってみよう、うん。あ、分かった、縦に持っていけばいいんだ。縦でもいい、ダメだ、なんか横がいい、ね、縦横横でもいいし、縦横横でもいい。そこを活用するんだったら、そっか、横横縦、分かった、分かった。そう、右下に横、その2段目ぐらいにまた横で、左側に縦で1列4つ横、うん、横、うん、縦、うん、こっち側に、あ、ここで横にすればいいのか。 OK、 はい、お願いします。行きましょう。横、横、縦、あ、つながってる、つながってる、まおちゃん、ダメだ。縦をここの一番端っこの列で揃えればいい。でこう来るじゃん、横、そうだよ、ここに横来るじゃん、横、縦を一番端っこ、一番端っこ来る、一番端っこに作る、頑張って。ちょっと待って、30秒1 自分でカウントダウンしちゃった。1、2、違う、ここで、で、横、縦は、くるんで来るか、うん、いきます。はい、お願いします。来るよね、2人3コンボ、くるんくるんぽん、くるんくるんぽん、いきます。はい、いくよ、あ、いいよ、繋がってたらびっくりする、いくよ、うん、光1個残るから、違う、くるん、あ、違う、
すごいの来たな。素晴らしい。今のはいい落としだったっ。いやエルモアさんもびっくりですよこれは。さあ、問題は S ランクになっているかどうかです。そうですね、じゃあ結果見てみましょうか。お水が獲得できたのか。私まだね、S 取ってないから。私に玉ドラを。ここでわかる。この後じゃんじゃんこ玉ドラ。え違う。スコア画面をタッチしてください。これ私 S 取ってないからさ、スッて出たってことはあれだよ。あれ来週の水、来週の水、あれ足りてない。何足りてない。全然足りてない。来週も水やん。これレアリティが高かったんだな。なんでなんで真央ちゃん。バルキリーとアテナじゃダメ。だからもっと低くしなきゃいけなかったの。結構下げたと思ったんだけどな。なあ、はい、残念ながらコンボ。コンボじゃない。まあどっちもどっちもどっちも残念ながらレアリティですね。来週もお水をかけて頑張っていただきますと。以上女子部屋でございました、はい、視聴者投稿コーナー参りましょう。コスケどうぞ。マジか、まさかの。マジかの玉ドラ。はい、ちょっと結構ショック。玉ドラ取っとかなきゃ。あ、ごめんなさい、はい、ありがとうございます。はい、今日のお題はですね、ここに書いてイラストがモンスターがスキルを使っている。あ、そうだ、様子を、様子を募集させていただきました。で、投稿がパズルを始めたきっかけです。はい、ということで、1枚目からご紹介していただければなと思うんだけど、これ、あ、ダメだ。はい、じゃあ2枚本日はご紹介したいなと思います。はい、はい、では1枚目、これプロの判子ですね。きます。プロの判子きます。1枚目、じゃん。プロの判子。すげえ。天然天音さん、いつもお世話になっているアカソニアに挑戦してみました、細かいところが分からなく、いろいろと省力したり、捏造したりしていますが、こんな風だったらかっこいいなと想像しながら描くのは楽しかったです。その、ご投稿でございます。すごいですね。すごい。霊界小竜神、キーヤミ、もうまさに多分これで合ってます。はい、天音さん、これ多分合ってます。はい、これ、このそのものです。はい、もうこれです。なんか動いてる絵ってやっぱ、はい、いいですね。正解です、天音さん。はい、これが警戒症状に非闇です。はい、はい、次で、ちょっとですね、ご紹介したかったのが、ちょっと イラストがですね、非常にこう荒くてですね、見えちょっとあんまり近いと分かんないんですが、ちょっと遠目に行っていただくとちょっと分かりやすいかなと思うんですが、ペンネームキトさんですね、皆さんこんばんは、キトです。こんばんは。モンスターのスキルを使っているシーンということで、前から描いてみなかったヘライースがギガグラビティを使っているシーンを妄想しながら描かせていただきました。ギガグラビティの強力な一撃には何度も助けてもらってますというの、ご投稿なんですが、まあ、あれですね、周りのあの氷をあのつぶてをバーンとやってるところなんですが、よかったらリンクのホームページで、ね、はい、データの方からですね、ページのサイトから見ていただけると綺麗なやつを、はい、綺麗なこのやつと思います。今回はね、非常にやっぱりアイディアがですね、皆さん、やっぱいいと思います。素晴らしい。はい、次行きます。はい、では最後イラストで紹介します。ペンネームコットンさん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私はフェスごとにちょこちょこ課金して引いてるんですが、ガチャですね、ベルダンディが当たらなくて泣いてます。すごい背景が。はい、ベルダンディ大丈夫です、もっと泣きましょう。星6のオーデン、基本は出たのにレア度の低いベルが出なく悔しいので書いてみました。ベルちゃん早く来い、そのご投稿なんですが、時空調律人ですね、こんな感じ、ベルダンディの木と回復ドロップを作ってくれるやつですね。三色人で。めっちゃ可愛い。スカートがすごい。はい。スカート、わあ。風が下から吹いてますね、これは。以上ですね。はい。可愛い。以上、イラストのコーナーでございました。ありがとうございます。はい、で、投稿に行きたいなと思います。まず一つ目、ペンネームチェロさん、皆さんこんにちは。こんにちは。自分がパズドラを始めたきっかけですが、友人がパズドラを楽しそうにやっていたからです。
ただ自分はパズルというものに関しては苦手で毛嫌いしていたのもあり、インストールをためらっていました。もう少しで約2年となりますが、ランクも600を超え、結構間飛ばしましたね。チェロさん、家庭がない、家庭が、うん、友達から勧められてこれまでパズル芸を毛嫌いしていた、もうちょっとでランク600です、600超えました。コンボ平均も最初の頃に比べて倍以上になりました。まあ、僕のようにパズドラが3分の2でできていません。ちょっとそれもだいぶ誤解が、小助さんがパズドラ3分の2ぐらいやってる。俺のなんかその構造を小助さんの3分の2はパズドラでできていますみたいな、優しさでできていますみたいな。いや、僕半分バファリンですけどね。はい、これから夏本番となりますが、7月の箱根は熱中症に注意して頑張ってくださいとのご投稿でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。飛んでもって、はい、ペンネームまいこさんです。皆さんこんばんは。こんばんは。先日投稿したネタが読まれたので嬉しくてまた投稿しちゃいました。パズドラを始めたきっかけは友達からのお誘いでした。 CM で見て知っていたのですが、パズルゲームは好きじゃないしなと出た、そうなんですよ、やってなかったのですが、友達が自分の端末をやらせてくれて、できなさにイライラして本格的にやり始めることを決意、人一倍負けず嫌いな私はその友達より上手くなろうとめっちゃ練習し、気づけばハマってしまっていました。今は互いのパズルを見せ合ったりパーティー編成を考えている時間がすごく楽しいです。友達に感謝です、そのことです。プリスな、そうなん、いい話、うん、やっぱりですね、ほとんどの方がやっぱ友達に勧められてとかが多くて、でもともとあんまりパズルゲームはあんまり好きではなかったけど、気づいたらもう 2,3 年経ってるあれみたいな方がですね多くて、あ、びっくりしましたね。はい、ということで、最後にちょっと若干ネタ集かかるんですが、お名前きぬこさん、私はネットで可愛いバステトの絵を見ていいねと思ってスマホを買ってパズルを始めました。スマホを買って、え、はい、結構バステトのジャンプだな、すごいっすよ、人にスマホを買わせるバステト。はい、パズドラはスマホを買うきっかけでもあり、だが500日やって今でもバステト手に入れなくてなくなってて持ってなくて悔しいです。そういうしょっぱい柄欲しいモンスターや今でももらえないモンスター、小助さんにいますか、PS、日本人ではないので、日本語が少し変かもしれませんが、なんとかしてくるっしょって、なんとかしました、大丈夫です。おー、はい、ですね、僕は そういう系統で言うと結構いるんですよ。当時流行ってて、例えばホルスとか、え、小助さんホルス持ってないですか、キモみたいな、あ、キモじゃないけど、結構ね、そういう風にちょっとバカソニア持ってないのとか、バカソニア持ってないですか、持ってないですっていう時期が結構ずっとあってですね、もうコンチキショーと思いまして、割ともう最近だと、もう最近は大丈夫なんですけど、今だとね、イルムが僕のプレイを虐げてますね。イルム2体欲しいよね、3体欲しいよね、あれはイルムが欲しいです、ください、以上。村井さんなんかいますか。バステト出てる人ってすごいたくさん持ってるけど、私もバステト出てないにゃん、にゃん。はい、まとめですね。はい、以上ですかね。はい、以上、本日の投稿コーナーでございました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、今日リズムがいい、ね、グッドリズムだね、グッドリズム、グッドリズム。続きまして、参りましょう、パズバトのコーナーです。マックスグレーのパズバト道場のコーナー参ります。さあ、毎週現地の方が2名、はい、私に挑み、私に勝った時には君に落ち込むという称号を手に入れているこちらのコーナーでございますが、今回挑むのは誰だ。まず君か。じゃあ2番手の君はちょっと待っておけ、はい、おやばい、プロ集がする、
あ、これは楽しみですね。じゃあ、田村千里でございます。はじめまして、ペンネームをどうぞ。ショボタム。ショボタム、はい、ショボタム、どちらからいらっしゃったんですか。岐阜から来ました。え、岐阜。アスナの金山で前に来て。おー、はい、アスナの金山で写真を撮ったということは、その時は真央ちゃんもいました。そうです、真央さん、はい。え、今日このために岐阜から来たんですか。昨日、某5人組ジャニーズグループの、はいはいはい、見に行って、今日アクアも来ようと思って来ました。ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。カズバトは結構やってる系ですか。え、トークさんとかと当たったりとか。前やってましたけど、今はやっぱりあれだ、上級者。トークさんとかと当たったりとかしてるらしいです。なかなか強敵が出てきたようですね。経験者ですね。気合十分ということで参りましょう。はい、責任つけ、お願いします。負ける気はないからね。村井さんは常に本気ですからね。容赦しませんから。何パーだい。ダメでしょ、パーティー聞いたら。パーティー聞いたらダメでしょ。いやいやいや、インドのかもしらんよ。サッカーかもしらん。まあ、見お互い見ないでいこう、お互い見ないでいこう。チーム選びを見せないようにしてる。これもチーム選びからが戦いだからね。そうですね、もちろんそうですね。やっぱり得意不得意がありますからね。私も教えてもらってだいぶ分かるようになったので。頑張りましょう。まあ、村井さんはいつもインド仲間してたですけどね。今日は何を選んだんでしょうか。ここはもうペンじゃないとね。ここにあのマックスのアンチギャラフィルムを貼ってくれたらフィルムでもいいんだけど。さあ、いきます。あ、おバーステッド。昨夜使えるって相当上級者じゃないですか。急連想中だ、この人。昨夜は難しい。ショボタムさん、プロですね、これね。皆さん、お疲れ様でした。村井さん、コンボ最小でいいっすよ。一点集中。7本も結構ガッツリくるね、あなた。村井さん、サブから出してください。コンボ増加とか使いましょうか。え、ダメージ無効、なんで今。そうか。あ、まだ相場は分からんよ。あ、村井さん、押してますよ。なんだ。押してますよ、村井さん。押してる。はい。え、パズル。緊張したか。あー、ちょっとちょっと押されてる。緊張した。うわー、村井さん大コンボ。強い。違う、間違えた、違う。あ、違うのと交換しちゃった。さあ、頑張れ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 。交代したい、交代したい。出したい、サブから出したいけど、まだ時間が。アスタロー強い。おりゃおりゃ。いや、素晴らしい素晴らしい。いけますいけます。ほい、完璧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 。ちょっと受け、めっちゃいい勝負。あとちょっとあとちょっとギリギリ。あー、緑木が出てない。あー、皆さん、あー、やばい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 。接戦でしたね。うん、面白い。まあ、接戦って言っても途中村井さんの14コンボ、ね、まだ勝負ついてない、まだ勝負ついてない。14コンボは来てましたよね。正集中だ、正集中だよ。はい、君のね、11連勝目をね、止めてあげよう。え、僕アサルトでいきます。すごい。お相手はもう
チーム編成を宣言してますよ。じゃあ私インドでやります。やっぱりやっぱりアスタロトでやったことない、アスタロトの人とやったことない、はい、なんてことだ。私に胸を貸したいと言ってるよこの人は。アスタロトを見せてやろう。そんな甘くないぞこの世界は。そんな甘くないぞ。私がこうやってね手をシャカシャカしてるのはですね、このパズドラタッチペンがねツボを押してくれて非常に気持ちいいからツボ押しとして活用してる。超気持ちいい、やってみる。あ、これは超気持ちよくない？一番増えそうですね。ナイス、最後インドラタやったの。超ダメ、水をつけてやる。緊張に弱点をつく。なら、うん、狙いはこの子。いや、なら、あ、外れた。次は私が。次はドイツだ。どうかな。序盤結構村井さんが押さないと後半反撃でやられちゃうんで、強く早めにパズルして押しといた方がいいと思います、村井さん。あらららららら、光が入ってないんで。待てりん、戻れ。よくわからんけど、ちょっと晴れた。これでどうや。あ、いい、うまい、いいコンボだ。すごーい、みんなに感想は。呪いがためるのが難しかったですね、やっぱり、うん、呪いをためるのが難しかった。すごい盤面プラスドロップばっかりじゃないですか。あ、すげえ、ガチャドラが前回からこんな背景だっけ。さあどうぞ、闇フェスを回されてし。お、なにこれ、私めちゃめちゃ良くない？あ、もうかわいい。あと2体獲得できます。あー、取られてる。君に落ち込んだ称号をゲットされました。あと1体獲得できます。おめでとうございます。はい、そんなわけで、1人目シャボタンだっけ。ショボタム、ショボタム、ショボタムさんでした。おめでとうございました。席、あ、ステッカー忘れてた、忘れてた。4種類あります。参加記念にステッカーがプレゼントです。はい、どうぞ。こちらを選ばれました。はい、じゃあありがとうございました。
願いします。次の参加者の方、2回目ですね。2回目1回元旦の日にお会いをしてまして1回写真撮ってもらったので。君は会ったことのある人の顔全員覚えてるのか。そうです。すげえな。なかなか私人の顔を覚えるのがちょっと苦手で。ミックスと血が繋がってたりはしないよね。それは繋がる、それは。ああ、キーパーティーそもそもあんな使わないので。あんなにキーパーティーを使わない。別にグラビトアンスドラゴンに対してのも。いや、あんな愛着はない。ない。オッケー、ありがとうございます。ペンネームどうぞ。HM と申します。HM。ランクは371になります。ランクは371。297を4体目昨日作りました。297の4体目を昨日作った。はい。パズルはそんなにうまくないです。洋服を販売してたりはしない。いや、それはしないです。ああ、オッケーです、オッケーです。メガネ売ってます。メガネを売っている。うちの父親がメガネなので。あ、実家メガネ屋？そうです。皆さん、メガネ。私もメガネ派ですけれども、実家もよろしくお願いします。よろしくお願いします。カズ自信はございますか？あまり自信ないですけど、じゃあ精一杯頑張ります。よし、頑張ろう。責任つけ。今日は1勝1敗。ここから先、どうなるか。緊張してる？彼は緊張しています。緊張しています。私がつくならここしかありません。彼は緊張しています。彼は緊張しています。皆さんもっとプレッシャーを与えてやってください。あ、はいはい。じゃあちょっと調整を。これがね、大ヒット商品パズドラタッチペンなんですけどね、この凹凸を手にこうやって挟んでですね、こう火を起こすような感じでやるとですね、非常に手のひらが気持ちいい。両方の手がね、ツボが押されてね、超気持ちいい。これがそれ、そういうグッズじゃないでしょ。あ、はい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 。私はもうここからでいいのかな、大丈夫かな。実家のお父さんも見てるよ。いや、うちの父親はパソコンあんまり興味ないんで。実家のほっ、あー、ソニア飛ばしてとか。これを任す。私のサーブには水がたくさんいるということを知っていたから、ね、バスケットは嫌ですよね。後悔させてやろう。サーブから水。あ、村井さん、村井さんが成長しているすごい。ほら、初手から急コンボ、さすがです。うまい、ナイスコンボ。うまいですね。あ、かなり押してる序盤から。悪くない、悪くない。ほたナイスコンボ。めちゃくちゃコンボは低いさ。容赦するんですよ。あ、相手が大コンボだけど、今村井さんがいい感じでスキルを使ってたから。はっ、これ嫌ですね。見えんか。最後ナイスコンボ。圧勝。俺マックスのやつ。HM 君、次もあるから次も頑張りたまえ。容赦しないね、村井さん。ちょっとやばいですね。村井さんが週を追うごとに強くなっているっていう。めちゃくちゃ上手くなってるん
です。村井さんすごいですね。自虐的になることはない。君が負けたのはマックス村井だ。あの皆さん本気で称号欲しかったらもう村井さんが強くなる前に、お店に来てください。そうですね。私今日ちょっと新しい挑戦するわ。あ、別のチーム選ぶのかな。これナメプですよ、ナメプ。ひどい、ひどいですね。対戦相手にしたいって非常に失礼ですね。ひどいな。普段ベジットを使っている。なんてブルジョーなリーダーを使ってるんだ君は。もうテンプレブルベジットのテンプレパ角打ち、ソースを尊敬強っ。やばい、今の聞いた。ベジット、角打ち、ソースを尊敬、ガディウス、ノルディス濃厚。私に3連勝目をプレゼントしてくれるのは今回。あ、村井さん、昨夜ですか。おお。行くぞ、いい戦いをしよう。まだ力を見よ。あれ、これ今バインド食らってるから、昨夜のスキルは発動関係ないんですよ。関係ない。はい、パズラムだと関係ないんですよね。やられても大丈夫なんですって。倍率発動するんです。マグラさん色がないから、ね、倍率出ない。色がないので、よし、まだいける。やっぱ返した。次はドイツだ。次はドイツだ。どうかな。ポイ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 。あ、ダメ。そうか。あ、ミドルが遠い。水が強制だから。頼むぞ。盤面が広いから色決めるの大変ですよね、昨夜。あと、鉄音しちゃう。色がね。今、そいつだ。そうか。火が来ない。火が落ちてこない。さあ、火を来い。来た。しまった。まだだ。頼むぞ。さあ、これでいこう。さあ、マックス村井が全くスキルを使いません。スキルポイント余ってるんでね、村井さん、なんかスキル使っていいと思いますよ。自信の、自信の、ミネルヴァ出せば。さあ、悪くない、ナイスコンボ。あ、いいコンボ。頑張れ。そうか。お、いい。どうやー。頑張れ、頑張れ。なんかすっげー使われてる。おー、しゃー。ありがとう。ナイスファイト。いや、いい戦いだった。君には参加賞としてシールをやろう。選ぶ。どれがいい。こちらもやります。 OK。 A チームさんには参加賞としてこちらのシールがプレゼントされます。おめでとうございます。いかがでしたか。やっぱりパズルがちょっと下手なんで、もうちょっと、400上がるまでに、盤面最大組めるように頑張ります。すげー。あくらき向上心、彼こそがパズドラの鏡だ。さあ、そんなわけで本日のパズドラ道場、以上でございます。ありがとうございました。はい、戻ってまいりました。どうですか、私のパズバト。村井さんの成長ぶりが結構びっくりし、意外と悪くなくないですか。どうですかって、なんかそんなストレートにドヤ顔する人初めて見ました。だって今日9コンボとか13コンボとかめちゃくちゃコンボ数高かったですよね。毎試合で9コンボとか10何コンボ出してましたよね。
まあ自分でね、いやまあまあぶっちゃけ上手くなってますよ、確かに。ただじゃあその天狗の花へし折ってやろうかみたいなとか今後現れると思って、いやぜひ来てほしい、お店にね、お店にお越しください。毎週月曜日2名様までです。私の挑戦権、私に対しての挑戦権があるから。ただ多かった場合はちょっと抽選というかじゃんけんとかそんな感じになるから、うん、はい、ぜひとも月曜日アップバンクスター新宿で挑戦者お待ちしております。では、はい、グッズ紹介コーナー参ります。はい、グッズ紹介コーナー私からです。はい、ですね、毎週紹介してます、パズル&ドラゴンズトレーディングカードゲーム TCG、本日も紹介していきたいと思います。まずですね、第3弾がなんと発売開始となりました。どうぞ皆様お買い求めください。第1弾、第2弾とって第3弾がついに発売でございます。で今日紹介していくのは、また先のカードになるんですけれども、7月17日発売のブースターパック第3弾のカードを紹介いたします。まずはこちら、ゼウス・バルカン、おお、怖っ、メイマル・ルチオさん、デザイナーさんでございます。バルカンさんでございますね、なかなかでございますよ。で進化します、覚醒ゼウス・バルカン、前のめり感が増してます。いやー、なかなかです、なかなかです。で、次がなかなかいいですね。あ、順番、こっからしようかな。じゃん、ハク。まずは進化したところから、イラストレーターさんは六子六甲牛さんですね。村井さん、最近逆から紹介するの好きですね。ですね、どう紹介しようか迷ってるんですけどね。まずは進化、続きまして究極進化を紹介しようかな。はい、参ります、こちらでございます。ちょっと読み方がわからないのですが、究極進化ハク。そう、足何これ、何だろうね。ハクってこんななんか、ね、車輪みたいな、円月輪みたいなやつ持っとった？持ってたんですよ、実は。実は持ってるんだ、きっと。っていうのを今気づきましたね、我々は、うん、ね、そういうことだよね。はい、で、今日紹介の最後、生まれたてのハクでございます。こちら、でん、生まれたて、わあら、かわいい、幼い、あら、かわいい、ハク、桜なのか、うん、ハクはね、俺の嫁っていう方は全国のパズドラーの中で非常に多いんじゃないですか。ちなみに、コスケの後ろにあるアオソニアの進化前、生まれたて、はい、これです。私のナンバーワン、これですね、はい、僕の妹です、はい、はい、ありがとうございます。はい、そんなわけで、ぜひともお楽しみくださいということで、実は、パズドラのこの TCG 今キャンペーンが行われております、はい、まずキャンペーンの商品から紹介したいと思うんですけれども、ポスター4点まー、あ、ちゃん持っていただいてよろしいですか。はい、あ、じゃあもうずらずらずらとそっちの方持っていただいていいですか。ごめんなさい、4枚あるんで、ココロちゃんも、はい、ココロさんも2枚手伝ってください、ココロちゃんも2枚手伝ってください、はい、ですね、こちらパズドラ TCG が販売されている店舗で600円以上お買い上げのお客様に B3 サイズなんですけれども1枚プレゼントされるという商品でございます。で、じゃあこっちからいきましょうか。まずはこちら、こちらですがカードゲームショップないし家電量販店でもらえるポスターでございます。ちなみに一部店舗お取り扱いのない場合があるので店舗ごとポスターもらえるかどうかはお問い合わせをください。で次こちら、こちらのポスターは、トイザラスで買うともらえます。600円以上ですね。はい、で次です、ココロさんが持ってるこちら、はい、こちらはイトーヨーカドーのおもちゃ売り場で600円以上買うともらえるポスターです。エジプトで最後こちら、コスケが持ってるやつです。これが、アップバンクストアないしパズドラ屋で購入するともらえるポスターでございます。すげえよ、このトールの怒り方見て、左上おおすごい、すげえぜ、トールの口がすごいここだけちょっと切り抜きたいもんね俺ね。はい、こちらのポスター、それぞれの売り場で、もらえる
基本もらえると思うんですけれども、一部店舗で お取り扱いがない場合がございますので、欲しいという方600円以上購入の際に、事前にご確認ください。で、実施がですね、6月の26日金曜日から今週の先週金曜日から配布が始まっております。で、各店舗なくなり次第終了でございますので、お急ぎください。はい、じゃあポスターありがとうございます。はい、で、続きましてパズドラ屋からもう1点、今月の頭から、先月5月の31日のガンホーフェスティバルが終わってから、パズドラ屋で、はい、ガンフェスのグッズが販売されております。イベント限定グッズの販売をしております。これらのガンフェス限定グッズの販売が明日まで6月いっぱいで終了となりますので、どうぞ皆様お買い求めなきようによろしくお願いしますということです。お買い求めなきよう、お買い求めお忘れなきよう、お買い求めお忘れないようによろしくお願いします。特にあの今ちょっと私の手元にはないのですけれども、シールとか非常に人気で毎日ずっと売れ続けてるんですけれども、あの明日で売り切れじゃないや売り切れじゃないんで販売終了でございます。で、今コメント欄にですね、アップバンクのことだから仕入れすぎてみたいなこと書かれてましたけれども、今回そういう話では一切ございません。もともとの予定で、6月いっぱいの販売、限定販売だったんですけれども、完全に明日で終了となりますので、最後、上のリンクからチェックしておいてください。で、本日最後です。アップバンクストアから紹介です。これ、お、プライさんの目の前に置いてあるボックス、このレゴのような、ブロックみたいな、ブロックこちらですね、なんと置くだけで、商品が置くだけで音が鳴るというスピーカーでございます。で、充電は USB とこのマイクロ USB と、USB で充電できるんですけれども、今電源入れてる状態でして、私適当に鳴らしましょうか。iPhone6、iPad、そこら辺でも全然大丈夫ですね。まずいきますよ。例えばですけど、私の曲限界突破今流してますが、ここに載せます。お、すごい、音量がバンと出ます。これ非常にすごくてですね、お家に帰られた際に動画を見られるという方、うるさいですね、ちょっと落としましょう。お家に帰られた際にスマホとかタブレットとかで動画を見られるという方非常に多いと思うんですけれども、こちら何にもつながってないんですが、このこっち側の2つがですね、すごいんですよ。音おい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 、ちょっと待て、音を拾うようにできてるのかな、多分音を拾うようにできてるんだね。なんか聞いてたんだけどな。いや、すごくないですかこのボリューム、うん、私は難しいことはよくわかりません。はい、そうなんですよ、 Bluetooth とかじゃないんですよ。 Bluetooth でもう接続してないし、有線ケーブルでも接続しておりません。さっと置いただけで、こちらアップバンクストアで今めちゃめちゃ売れてます。めちゃめちゃ売れてます。もう本当に家に帰って動画を見るときにポンってここに置くだけで、なるほどなるほど、なるんで、はい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 、しかも低音が出るから聞きやすいね、すごい。ぜひとも皆様こちらお買い求めください、うん、カラーバリエーションもございます、カラーバリエーションもございます。よくさ、コネクタが変わってさ、わーってなるじゃん、それも心配もないよね、置ければいいんだもんね、うん、ただあの iPad Air とかあるじゃないですか、うん、ああいうのも A4 までいっちゃうとちょっとそもそも置けません、立てられません。なるほど、なので iPad mini までかな、うん、これあれなんですよね、音声をなんかマイクで拾ってるわけじゃないんですよね。あ、全然違います、全然違います。電気信号か何かでデジタルの音で再生しているというふうに聞いております。その通りでございます。だから音質めちゃめちゃいいです、うん、
はい、以上本日のグッズ紹介コーナーでございました。では番組も後半戦参りましょう。コスケの DM 攻略チャレンジダンジョンです。どうぞ。はい、今日投稿コーナーであったようにバスケットは好きだという投稿があったのでバスケットでチャレジューやろうかなと思います。おーチャレジュー、チェー、どうぞ。勝てるかどうかは分かりません。ちなみにまだチャレジューやってません。あなたチューブ用に撮ってました。で、究極進化したビシュヌ、先日山本さんに会ったらビシュヌ良かったっしょにやりみたいな感じだったんですけど、もうあれですね、プレイヤーがこうなったらいいなみたいなのがそのまんま形になったようなよくわかんないモンスターです。2枚入れて目覚めループさせて、まあコスト40なんですけど、どうしてもとりあえずジンは入れとこうっていうことで、でなんかボスがゴエモンらしいのでそこだけは知ってます。でもコスケ、体調は大丈夫なのか？まだちょっとしんどい。ちょっとやっぱ頭痛が大丈夫？大丈夫です、大丈夫です、はい、体調のせいにはしません。はい、やるからには全力で。じゃあ行きましょうか。クラスが2足りないのはストックがね、あれでした、不十分でした、ごめんなさい、許してください。なんですか？あれこれ新婚前じゃん。え、ちょろくね。でもスキル貯めないといけないんだけどさ、レベル1か。ダメージ考えたら最初からスキル使ってどのくらい効くかやってみます。このくらいで、いや、あんまり、うん、ちょうどいい。あー、まあそもそもレベル1だからね。そうなんですよね。ワールドエンド簡単語で合ってるって認識はコメント欄で、コメント欄で、ね、多分三単語っていう。コスケさん、はい、コメント来てますよ。目覚めてるよって。目覚めないんですか？目覚めよう。でもほら、スキルつけるタイミングって結構大事じゃん。うん、でもほら、スキル貯めたいじゃん。じゃあ、おい大事。どっちで？ちょ、待って、今ちょっと若干見てたかもしれないよ、お母さん。わなちゃん、わなちゃん。でも、まあ、とりあえず使っ、ちょっと落ち込む怖いじゃん。四つ消しはするけど怖いじゃん。5コンボぐらいにしとくじゃん。怖いじゃん、怖いじゃん。こんくらいで1、2、3、5、4コンボじゃん。いや、5コンボじゃん。よかった、よかったじゃん。よし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 。おっ、バカ、おい。あー、目覚めが、おい、目覚めが解除された。視聴者。今日の話、頭痛やべえんだって今日。罠だ。いや、一応なんならもう一体ビシュヌいますから。バカかよ、次何来るのか分かんないです。平気でポンポン使えませんから。いや、使ってもぶち抜いちゃえばいいんじゃない。は、何をおっしゃる。え、いやいやいや、ちゃうよ、そんなんじゃないって。俺がやりたいパズルは。だってあと6ターンもしない。あれ、これいけんじゃない、スキルは。だってさ、メイメイでマイナス1、実質マイナス2するからさ。結構これノリの勝負だね。頭痛が痛い、頭痛が痛いですね。うん、おー、外します。ナイスコンボ。最後は相手の残って、俺が許して、許して、チャタン、あー、もう。何君。何君。ふわふわふわ、ブ
ラックゼウスギャ正式名称、村井さん知ります？知ってます？覚醒ゼウス、暗黒覚醒ゼウスですね、はいブラックゼウスじゃったらね、あれですよ、ビッピルマンチョコの方ですよ、あのコスト10のやつちょっとこれ待て、だってこれ目覚めループするにはあと一旦あれしないと、軽く殴りますね、そしたら。え、軽く殴る、殴れんのお前コスケ、残念ながら私もマオちゃんもココロさんもアドバイスできるんだよただ見守るしかできないんだよ、お祈りするぐらいしか。マッサージ、マッサージやお祈りっていうかマッサージ超ツボ気持ちいいいや俺ちょっと待って、じゃあいきます、どうぞ。とりあえずパズルしまーすか、しまーす、ただ4つ消しません、あえてあのバインドあるんで、こいつ確か紙バインドがあるので、おお、うまい、うまい、ナイスコンボ。なに、めっちゃ強くね、お前。強っ。うわ、超強い。さあ、皆さんやってきましたよ、運ゲーのお時間です日の目覚め。さて、さあここにね、きっかりがあったのに、すごい作りやすい場所だったのにね、うん、っ持ってかれちゃいました。やばいな、ベイメン使わんから大丈夫や、ここでは。ただ三越4ターン、これ次死ぬんじゃね、何を言ってるんですか。いやそうだよ、これちゃんと倒さないと終わりングですよ。え、メイメイとか使った方がいいんじゃね。いや、使ったら死ぬ、使ったら死ぬ、使ったら死ぬ、大丈夫、そういうシーンでも大丈夫、でも俺はちゃんと持ってくるから、落ち込んで使ったらブブらしい、落ち込んで持ってくるから、使ったらブブらしいの、使ったらブブ、でもほら、あれブブ、え、次ブブでもさ、毒耐性 80% だよ。なに、メイメイ使っても大丈夫なんじゃねえの。え、もしかして使っちゃうと大丈夫なんだよな。会場のこの妙な納得感。なあ、でもそういうことはしないよ、大丈夫大丈夫、そんなヒントもらったやつそのまま受け入れてやってたら公認プレイヤーの流したる。え大丈夫、公認プレイヤーの何もくともなかったじゃあ行くわ。マックスの場合はいつもそんな感じだよ。マックスの場合はそんな感じかもしれないですけど、すいません、ちょっとお口がつく、大丈夫大丈夫、失礼します。じゃあ行きます。みんな誰でも疲れることあるし、間違いは誰でもあるから、はい、じゃあ行かせていただきます。どうぞ。やべ、目が回る。おー、うまい、うまい、ナイスコンボ。すげー、助けうめえなー、よし、来い、これやったろ、お願いします、許して許して、頼む、全部頼む、よっしゃー、すごい、めちゃくちゃうまい、うまっ、うまっ、すげーていうか、パズルキレッキレ、最近すごい、ジンなんていらねえんだよすげー、うまい、頭痛きてる方がパズルうまいんじゃないの、ね、体調不良でパズルが超切れてる、マジで声出すと頭いってるからな
さあどうしようか。もうこのままあとは夢だったみたいな感じでエンディングの方がいいんじゃない？スプレッドキャッツで倒せんじゃねこれ4-4で。え、だってみんな強いぞ。ワイルドキャッツ。そう。あ、ちょっとスキル確認しちゃっとこう。ついつい忘れてた。全体攻撃演出をオス、オフにして。俺の必殺技。ワイルドキャッツ。あ、すごい。コスケどうしたの？頭痛い。ねえ。頭痛いから何ですか？頭痛い。頭痛い。今日は頭痛い。あのコスケなんかあの体調悪かったり、あと寝てなかったりしてる時の方が僕は好きです。日頃好きじゃねって言ってるようなもんだ。ほら口すほら口滑っちゃうからみんなそうやってすぐ口滑っちゃうから日頃つまんねえわあいつ。日頃も頑張ってんのにね。まあでも降ってくるっしょ。どうせ目覚めてるしな。そうっすよね。気軽に、いや気軽に行って負けたらシャレにならんから。ですね、ワイルドキャッツ使ったよね。ワイルドパンしないと死ぬね。分かってるそれも。大丈夫、大丈夫、多分。序列回ってないよ、ごめんよ。ごめんね、ごめんね。じゃあ、なんとなくやります。多分大丈夫じゃないです。はい、ここから。おお、ナイスコンボ。頼む、一撃でお願いします。いけい。おお、すげえ。え、アテナ引いてないの？アテナ、待って、アテナってやばくない？え、これあとバトル何回やんのこれ。いや、次で終わり。え、次で終わり。もう次ボス戦。ちょっと待って、俺さ、違うんだって。俺この今日今これやってて絶対出てこないよ、欲しいと思ってたモンスターこれなの。アテナは何が強いの？いや、 HP めっちゃ高いじゃないですか、確かこうやってね。で、さっきのパズルだったら倒せるよ。多分倒せないんですよ。さっきのパズルでも、あの切れてるパズルで。え、振ってくればいけるよ。いや違うし、いや違うしじゃないんだけど。だってしかもさ、ほら次ズボエモンっていうのは内部事情で知ってるんで、あと2ターンじゃん。内部事情もクソもないやろ。え、だから、いや、予定としてはここでメイメイ使って倒せばいいんだけど。いや、じゃあボス戦どうすんの？ HP800 万らしい、800万とからしいで。で、ちなみにシーフはあと何ターンなんですか？2ターン。2ターンで、発動させて入んないとやられるっていうことだけは知ってるので。あ、先制でやられるの？はい。おー、だから一旦貯めてメイメイ使ってシュピンバーンなんですよ。メイメイがヘイストも兼ねてるからか。そうなんですよ。だからまあここで軽く削って状態異常無効をヤツに発動させますと思っていた時がありました。はい、ありました。ワイルドキャッツ発動。ついでに目覚めてもいいよ。目覚めてもいいよね。そのぐらいだったら目覚めてもらわないと困るわ。逆に全然減らないパターンとかありえそうだよね。ありえそうなんですよ。はい、行きます。どうぞ。ちょっと待って、何みんなお客さんすごい喋ってる。何、俺を不安をさ煽るようなことやめてみんな。
うわうめっ。2連待ち。ナイスゴール。終わっちゃったじゃん。もう終わっちゃったじゃん。次行くじゃん。なんかもういいの？コスケとしては見たかったじゃん、ね、火力的にはワンパンはないと思ってたわけです。ないと思ってました。なるほど。そしたらあれですよ、予定外。すごいバステと強いね。いやすごい。いやまあでもなんか負けてもバステとの良さをなんかこうお見せできてですね、僕は非常に勝ったつもりでいますよ。いい戦いしたで、ね、すごかった。まあ落ち込んで4つ消しがまんま落ちてきましたからね、うん、それがなければって感じで。てかパズルキレッキレやで。はあ、待ち作んないよ。よかったね最後。待ちが効いたな。待ちからのさらに4つ消し来たからな、はい、来たんであれがいらなかったな。音が来てない、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。今日なんか立ち見席がすごい人いっぱいいますね。なんかこのざわざわ感半端ない。認知されてきましたかね、うん、そうですね。2,3 週間前から現地観覧に整理券を必要としないようにしました。皆様どうぞ月曜日の19時からだいたい8時半過ぎぐらいまでの間、アップバンクスター新宿お越しいただけません？なんですか？アップバンクスター新宿にお越しいただければ、現地でご覧いただくことができます。はい、我々は消防法の限界を突破いたします。はい、そこは限界突破しないですね。しません。はい、画面ください。佐賀城&著白海降臨超地獄系覚醒ホルスでいきます。え、なんかいろいろ変わってる。おお、しばしば水ピック合わせました。覚醒指数たら玉ドラがいません。皆さん、私が先週あなたチューブでずっとやってたんですけども、覚醒指数にするための素材の、クレオパトラがテクニカルダンジョンで取れるって知ってましたか？あ、すげえ、会場のこのうんうんって感じすごいな。よく知ってましたね皆さん。私ね全く知らなくて、ずっとねいつ来るんだろういつ来るんだろう、コインダンジョンにいつ来るんだろうと思ってたら来なくて、テクニカルダンジョンにあるということを知り、やっと作ることができました。で、これは聞け我が魂の叫びよ、うん、ドロリーフでございます。私の中のちょっとした遊び要素と、あとは操作時間延長でございます。で、その他いろいろあるんですけれども、なんで覚醒芝居入れてるんだと問われたら、操作時間延長が刺さるって言ってます。延長枠？延長枠？ですね、最近私ホルスすげえ使ってるんですけど、ホルス4色決めないとダメじゃないですか。パズルが、回復はダメなのね。パズルが難しいの。回復はダメだからね。これで参ります。超地獄級挑戦。皆様のアドバイスがあればありがたくいただきたく思います。よろしくお願いします。あ、ドロップない。おう。まあまあ村井さん、はい、今バインド食らったことで指が2つ減ったってこと忘れないから。よく思い出させてくれました。指がやっぱ忘れてたんだ。いやでもね、コスケのあんなパズルを見せられたら私もちょっと一丁やってやりたいと思いますよね。参ります、ここから、はい、ほいっしゃー、ナイスパズル。いいパズル。うんうん、まあまあまあ、そんなもんです、そんなもんです。村井さん、どちらか倒すか、ここプラン必要だと思うんですが。なんかどちらから倒すプランですか、これは。こっちを倒します。ただ今のところはまだもう全然ふわっとしてて大丈夫です。
で、私は覚醒ホルスを使い始めてまだ間もない新米覚醒ホルサーなんですけれども、はい、あのガンガン使っていきます。リバーサルフレンズ、まずそう参ります。新米覚醒ホルサー、おお、さあ、どんどんいきますよ。あ、これ倒した。ナイスコンボ、さあ、いこう。どんどん倍率を上げていこう。できましたね。2段、はい、バトル2。ちなみに、覚醒ホルスとかでもう、基本的にこの中で覚醒ホルス使いの方いらっしゃいますか？でも2、3割ぐらいが覚醒ホルス使いの方、スキル俺ガンガン使うぜ、もう毎ターンなんだかんだ使うぜって方、この中でどれくらいいらっしゃるんですか？2人。あ、いやでもほとんどだ、ちょいちょいいます、ほとんどだ。ありがとうございます、アンケートご協力ありがとうございます、うん、結構ね、やっぱりあ、のってきてますね、結構みんなコメント欄もやっぱり私とかマオちゃんとかは覚醒ホルスを使っていた時にやっぱりスキルってもったいないって思うじゃないですか。そう、すごい溜めちゃうんですけど、もう関係ないんですよね、うん、覚醒ホルスの場合は。ターン短いやつどんどん積極的に使っていいんだなと思って頑張ります。はい、このターンは使いません、いきます。はい、お、いいですね。さあ、4色、はい、いけい。まあまあ、さあ、ナイス、ナイスコンボ、参ります、どんどんいきます。はい、お、なんかパズルが異様に長い、あの、芝が戻ったんで、 ありがとうございます、はい、芝さんのおかげ。さあ、バトル3どんどんいきます。先生、ここからいきます、参ります。あ、落としだ、うまい、落としていきます、素晴らしい、ナイスコンボ。あれ、あ、やべ、調子に乗って倒した、大丈夫、ここはガンガン行くでいいのかな、いいよね、うん、よかった気がする、よかったっすね、うん、ガンガン行きます、参ります。なんか変に50杯以下にすると体力回復してきましたよね、なんかいただきますみたいな、小籠包食べるみたいな、なんか参ります。一旦回復を込めて、あ、火も消えて、火もラッキー。さあ、攻めましょう、これくらい、うん、次でいけそうですね。スキル使っちゃいます、スキル使っちゃいましょう、スキル使って抜きます、リバーサルフレーム、あ、そう、我々もやっと仲間入りできたんじゃないか、うん、覚醒ホルサー、覚醒ホルサー初めて聞いたホルサーって参ります、はい、違う、これで、さあここを突破していきましょう。おー、いい、落ち込んだ、ナイスコンボ、これでバトル5、回復される、おー、そう、めいめい変な変換してくるんですよね、お邪魔ドロップをこう一列一列作ってくる、縦とか横とかにいろいろ面倒くさい変換をしてくるんだな、はい、8000ぐらい巻いた、3ターンぐらいきますね、もうここはひたすらガンガンワンパンはできないと思うので、私のパーティーだとなんかスキル変換使えばできそうはできる、いけるか、いくか、火だし、今火を増やせる、いくか、これ何がいいですか、
あ、変換変換あ、変換っていうか、スキル。イシス？え、イシス？イシス？しかも、え、シバ？シバ？シバをここで？シバをここで、ホルス。ホルスとかシバっていうコメントありますね。イシスもいる。なんかシバがすごい捨て駒のような。シバでいいだろ。シバこのタイミングで使うか。シバ使いましょう。爆裂のサンガ発動。え、超かっこいいスキル名。スキル名超かっこいいっすね。やばいな。火の四つ消しですか。遠いけど火の四つ消しはしたいですね。はい、参ります。おお、さあこれでいこう。7コンボ抜いた。オッケー、やるぞ。バトル6。先生強っ。イシス使います。ここでで、かつ回復もがっつり入れないと怖いっすね。威嚇が入れれば、威嚇が入れば楽だった。まあ、ボスも威嚇効きますからね、ここね。しばらくはベジットでよかった。ちょ、なんてことを。まあね、まあね。イシス使います。クイックガード発動。参ります。そうだ、これ根性で最後やばいんですよね。ああ、もう全然多分水なんて行かないから関係ないと思います。行きます。はい、そっか、金も1コンボしかないんだな。あれ、あー、火が、あー、あれ、回転やばいね、これ。回転、おお、やっばかったな。回数が乗ってなかった。今日の村井さんね、落ち込んキレッキレですね。これです。ライダーは使わない。ライダーは取っておきだ。行こう、こちらだ。聞け、我の魂の叫びを。激しい、激しい。なんかすごいいい感じですね。乗ってるね、これは乗ってるね。村井さん今日ついてるね、乗ってるね。私もそうかと思いましたよ。いや、これさ、それ分かんないよ、みんな。みんな分かってるのかな。ついてるね、乗ってるねの文脈だと思いました、私も。ふるって言われてるよ。私も分かんないよ。まおちゃん分かるでしょ。分かんないよ。まおちゃん分かんないっすよ。いや、でもなんか今日はね、コスケのパズルがすげえいつもより切れてて、うん、あれを見ちゃうとね、なんかね、自分が、いや、僕は大体いつもあんな感じです。いつもよりうまかったぞ。やんだもんです。アンケート取ったら9割方が今日のコスケはうまかったっていう。いやいやいや、僕のことちゃんと知ってる人たちは、いや、コスケいつもあんなぐらいだから別に驚いてないよっていうアンケート結果が見えるはずです。ねえ、これで遅刻さえしなければね。いや、自分今再チャレンジしてるから、そのおまけでやるよ。おまけで、おまけっていうかあれね、あのアテニアまで来た。アテニア、いや、これ勝ったわ。止めとけや。分かった分かった、じゃあそれはおまけコーナーでやりましょう。あの、今日のプレミアム会員でかつパソコンから見ている人だけが見れるおまけコーナーで、あとそれやりましょう。すげえ条件。いやー、あとワンゴさん商売がうまいな。行きます。はい、え、だだる、何これ。参ります。あ、これが今回の新しい公演のやつか。シャゴ城。シャゴ城。シャー！うまい！
すごい。これだ。村井さん、なんでいつもよりこんなうまいんですか。頭痛が痛い小助に当てられたんだよ。さあ、ボスだ。はい。何この NSC。超破壊。ああ、超破壊。乗ってるやつは超破壊じゃないんだ。乗られてるやつは超破壊なんだ。乗ってるやつは人じゃない？そらそうや。そらそうやろっていうツッコミを今いただいたぞ。あれ理事長？あれ理事か。よく見ればあれ、あ、似てんな。もうさ、これ前も言ったけど、丸いものを総称して理事長ってかっこすぎね。これ私ワンパンできるのかな。ライダー使ってワンパンできるかな。じゃ回復しないってこと。うん、 HP400 万オーバーだよねこいつ。いや僕だったらクイックガード使って回復スマッシュコンボします。やっぱり、うん、まあ私から聞いといてやっぱりっていうのもなんだけど、やっぱり置きに行きます。クイックガード、発動発動。ただもったいないからもう一発使ってくれ。リバーサルフレーム。いや、それは爆発さないですか。あ、2個あるんですね。2個。 Yes, I have リバーサルフレーム2。Do you know? Yeah, I'm not sure. I have 2. Thank you. Sorry. Let's go Pazoom. Okay, come on, let's move. 参ります。ここから、いつもここから。回復忘れてた回復のこと。あ、忘れないでください。さあこれ大丈夫だよ、いけるかな。大丈夫だよね。よっしゃ、お勝った。お、盤面を見てね。盤面を見て、あるか見てね。リバーサル。え、いやこれ全然いいですよ。変化してからリバーサル。はい、変化していいですよ。変化してからリバーサルの方がプラスが増えるのかな、これは。はい、いやもちろんです。いや、はい、そのやばいです。それ 1+1 は2レベルのやつです。そうですよね。だってヒドロップを強化するんだから。はい、ヒドロップを増やしてからプラスにしましょう。確かにな。この間ダブルドロップ変化引き発動。ファイナルリバーサルプレイ発動。スキル名変わった。スキル名変わった。なんか久しぶりですね、この兆候の感じ。なんか この流れから村井さんがちらにやりがいつものパターンから、だから黙っておこうと思ったらずっと村井さんガチでしなんか悩んでるから。え、これマジなやつ。ラストパズル綺麗に決めたいなと思って。かっこいいところ。今日はそんな気分。今日はそんな気分だった。髪も切ったし。え、髪がどうなったの。そしたらあれですね、左から駅前、とある駅前で2000円で切れました。木かな、押すならそしたら木か火ですね。
左側で一番上に闇作るじゃないですか、3つで作るよ。で、その左下から4つ消しで火、水、火とかがじゃ4つ消しで作れたらいいですね。その場合はここから持つ？それでもいいですし、こっちがいいですか？ただ木がどうしてもあの右上と、まあ、左、右下とかになっちゃうので、だよね、だよね、そこのくっつきができない、しないように注意していただければ十分かなと思います。まあいっか、行っちゃうか。はい、むしろこっちから行っちゃっていい？行ってらっしゃい。片道切符行きます、参ります、行きます。やべやべ、私は一体何をしているか。いやでもかっこいいっす、かっこいいっす。でも大丈夫。さあ、6番半減中。クリア画面見ましょう。今日早っ。8時半前。ぴったり。時間ぴったりだ。ぴったり。はい、ありがとうございました。そんなわけで今日は時間ぴったり。エンディングでございます。はい、来週の投稿テーマをどうぞ。はい、来週は、まあ、7月に入るので、イラストがモンスターの花火大会、モンスターが花火をしている様子を募集します。で、投稿がパズル力を上げるためにしている自分なりの努力、まあ、動画を見ているだとか、まあ、イメージトレーニングで、まあ、黒板みたいな感じでやってるとか、まあ、何でもいいのでそういうのを募集します。以上です。はい、はい、ありがとうございます。皆様投稿をお待ちしております。この後の番組告知などなどいたしましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ中条 D がゆっくりやっちゃってってことなんで、ゆっくり番組の告知をしたいと思います。はい、この後巻いていきましょう。この後22時から、いつも通りマックスムライブ、ニコニコのマックスムライブチャンネル放送ございます。番組タイトルせっかくなんで正式に言っておきましょう。マックスムライの夜もクライマックス、シャープ33、プリクラあるある早く言いたい。何このプリクラあるある、プリクラあるある早く言いたい。何この副題、今回の。分かった分かった、何かあんの。中条 D の歌った曲だ。プリクラあるある早く言いたい、はい。22時からでございます。ちなみに先週の木曜日にですね、ニコファールでカラオケ大会があったのですが、ニコニコで生放送をやり始めてからが1年半ぐらい経つのかな。じゃあ、あれ違う、2年半か、うん、女神降臨からだと2年半ぐらいが経過いたしまして、そんなに経つんですね。ニコニコのマックスライブを作ってからはちょうど先週が1年でございました。はい、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。普段こうやって公式放送でも、あ、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。普段公式放送でこうやってパズドラやらせていただいたりとかしているのも、やっぱりチャンネルでああやっていろいろとやらせていただいているのも、あのセットでうちの活動として、ドバンゴさんとねやらせていただいてて、ありがたいですね。こうやって毎月毎月、はい、毎週か毎週活動が続けられるのは本当見てくださる皆様のおかげでございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。先週のカラオケ大会の模様はまだ、タイムシフト見れると思いますので、ぜひとも皆様ご覧ください。で、22時からチャンネル放送あるんですけども、コスケ休む、体調悪いんだったら帰って寝た方がいいよね。今日はコスケ不在でチャンネル放送行くと思います。皆様よろしくお願いします。で、今週まだ番組ございます。はい、木曜日、木曜日特大系、時間で言うと特大、はい、7月2日18時から、はい、マックス村井 VS 宮下康明カートレースでタイマン勝負。バンバンバン、わー、1年ぶりのカート。バン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 、1年ぶり、まあ1年ぶりでもないな、1年も経ってない。はい、またカートレース番組はございまして、去年やった時は、うん、チャンネル放送だけだったんですけど、公式放送でもやろうというところで、このマックス前 VS 宮下康明のタイマン勝負が公式放送で、行われますので、ぜひ視聴してください。アップバンク新旧社長対決です。そうですね。はい、それから、その後すぐ、同じく7月2日19時から、マックス村井カートグランプリ2 in 川崎と千葉
めっちゃ楽しいです、カート。ぜひともご覧ください。ゲストもたくさん来ます。いや村井さん、びっくりしました。なんと、MC にまたゴージャスさんを呼ぼうと思ったところ、ご多忙ということで、あら、今回、あらゴージャスさん来れませんでした。あら、お売れになられてる。お売れになりましたね、本当に、ね、平日の木曜日でもスケジュールが取れない。この放送にも来ていただけないですしね、この放送にもね。どうもってね。ちょっと近い。あのマネージャーさんがすごい謝られました。そんな謝らなくてもいいんだけど。そんな謝らなくてもいいかな、別に。はい、代わりに、MC ドグマかさみさんが来ます。ドグマかさみが MC なんだ。ドグマさん、ドグマさん、あのね、このインターネット生放送業界におけるひげの濃いワンツーぐらいだったよ、私とドグマさん。ドグマさんをね。ただ最近私はね、タカスクリニックでヒゲ脱毛してるから、どんどん顔の肌の色が明るくなってる。はいはい、ドグマさんね。あのね、ヒゲね、3分の1ぐらいになったんですよ、これでもね。これで3分の1ですか。私ね、一般的な人のね、5倍以上ヒゲが生えてたらしい。え、それ伐採しないとさすがにやばいっすよ。伐採って。でも今のこの状態で、濃い人の3倍ぐらいらしい。あ、それはもっといきましょう。もっといくって、はい、もうツルツルするから。え、ツルツルまで狙ってるんですか。はい、それから、今回このもう動画って公開されましたか、告知の動画って。どの告知。カートレースの。まだじゃないか。あ、じゃあやめとこうかな。あ、いいっすよいいっすよ、多分もう早々に上がると思うんで。どう、今回、1チーム3人で、これが5チームあります。多いな。この5チームで、合計60周を一番最初に走り切ったチームが勝ち。耐久じゃないですか。というレースになっておりまして、アップバンクから、3チーム9名、そしてもうこれ4チーム目いっていいですか。 OK です。 OK、 はい、はい、じゃあ村井さんが OK と言ったので、もし、本当はダメだったら村井さんが来られてください。4チーム目はチームスクレに。おお、チームスクレ、はい、スクレの、安藤さん。今それで OK、 言い方としてはそれで OK。 はい、 OK らしいです。はい、スクレの安藤さんが、チームを編成して来てくれます。はい、そして5チーム目。5チーム目、これ言っていいのかな。ドキドキ。これ言っていい、やばい。チームドワンゴっていう、あの有名なね、インターネットで大人気企業、チームドワンゴ。今歌舞伎座に入居して超調子乗ってるクソ IT 企業のドワンゴが、インターネットにおける、なんてこと言うんですか、古くからの、なんかなんでもないです。はい、ですね、チームドワンゴからは、中条 D、北野 T、プラスワン。はい、でこのプラスワンの部分なんですけれど、はなちゃんではないと思います。はなちゃんじゃないですね。ドワンゴ社員じゃない人をまたドワンゴ風にして、引っ張ってきました。風にして、何を堂々と言ってるのか全然意味が分かんない。あのボーリングの時の投げ出さんみたいな感じなんですけれど、今回リランさんを。あ、リランちゃん。はい、リランちゃん、リランちゃん、あの可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃんだよね、リランちゃん。元気な子、元気な子、アクティブっ子なので、今回の企画にぴったりかなというところで、いいと今回ブッキングしました。あれ、はい、何の時に見たんだっけ。あれです、その子、あれです、一緒に出ました。ちょっと他社さんなので。ああ、はい、というところで、チャンネル放送ですので、これを機会にぜひ皆さんマックスムライブ入会括弧有料していただければと思います。2年目もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、決勝に入るとすごくお得ですよ。はい、では本日はすべて終了でございます。はい、おまけコーナーもありますけれども、一旦終わりです。はい、一旦終わります。で、途中にも言いましたが、アップバンクスター新宿でこちらの放送を行っております。毎週月曜日19時からです。現地観覧、整理券なくてもできますので、ぜひとも新宿にお越しの際は、19時から20時ぐらい、21時ぐらいですかね、寄っていただければと思います。はい、生で、見ていただけますし、終わった後、私とまーちゃんと記念撮影の時間もありますので、はい、楽しんでください。あ、村井さん、自転車の告知しねえのかっていうコメントが。再来週でございますが、私が自転車で箱根を越えます。約48時間生放送、お楽しみに。すごい。すごいね、あの坂自転車大変だね。予告動画もございますので、どうぞあなたチューブの方でご覧ください。はい、
では本日は以上でございます。また来週、さよなら。